イブンズ・オブ・ディのソンドラよ。あなた、この前ロンドン島で会ったのと同じ人？周波数が同じだってから連絡してみたの。そう約束したでしょ。あなたが誰か知らないけど、ロンドン島に急いで、もう時間がないの。さあというわけでゾンビ U の続きやっていきたいと思います。さあ前回からかなり時間が経ってしまってまして、ちょっと操作方法が思い出せないというかおぼつかない感じで申し訳ないんですが、なんかもう待って、なんか映像がおかしくない？大丈夫か？気のせいか、なんか映像がとびとびな感じがするんですけど、そういうもんか。じゃあまず目の前にいるゾンビからやっつけていきましょう。よし、まあ肩慣らしだよね。きたーよっ、ふん、オッケー。なんか動き怪しかった、俺危ない。よーし、オッケー。さあ戻りましょう。さあ前回はおそらく、最終局面へと進んで、あとは隠れ家のボックスから装備を回収しろというお話になってます。さあ現在の装備品はハンドガンにショットガン、そしてアサルトライフル。うん、さてさて、アイテムを取った瞬間に何か始まってしまうとか分かりませんが、やっていきましょう。なるほど、そういうわけか。そうやって私の目を盗んで博士やレイブンズと手を組んでいたんだな。勝手にしろ、死にたいなら勝手に焼け死ねばいい。お前は生き残れないよ。私とは違ってな、みんな死ぬんだ。お前たちみんな失せろ、消えちまえ。貴様らは疫病より立ちが悪い。お、おう。隠れ家や武器を提供してやったのは誰だ。戦い方を教えてやったのは私がいなければ死んでいたくせに、これがお前の恩返しなのか。お前は私を必要としていたはずだ。そうか、今じゃすっかり独り立ちして好き勝手にやりたいってわけか。お前を助けてやった時のことを忘れるなよ。隠れ家燃やしてしまえばよかったんだ。どの道の道は終わりなんだ。義の予言通りにな。誰も感謝しない、それが問題なんだ。貴様らは奪うだけで与えるってことを知らない。身勝手なクソガキと同じだ。だからこの国はダメになっちまったんだ。心配するな、最後に笑うのはこの私だ。貴様らより長く生き延びてやる。相棒だと思っていた、信じてた。目をかけてやったのに、私が殺し合いようになった。さっさと私の隠れ家から出て行け。怖い。いや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 、めちゃめちゃ怖い。プレッパーさんが激おこだよ。いやいや、まあ主人公もね、言わなかったのが悪いのかもしれないけど、さてゾンビものといったら最終的にはゾンビよりも怖いのは人間なんていうお話がよくありますけど、さて装備品、まあアサルトライフルの弾をたくさん持っていくのが基本かな。あとはグレネードが1個だけか。クロスボウとかを置いていってしまった方がいいでしょう。発煙筒はちょっと多めに持っていきたいかな。火炎瓶、発煙筒、よし。じゃあ発煙筒は計4つ、グレネード1つ、火炎瓶が1つ、そしてあとはアサルトライフルの弾がいっぱいって感じかな。あとはショットガンの弾、ハンドガンを置いていくことができないけど、
あとは2発か2発しか入らないダブルバレルショットガンを持っていって、スナイパーライフルかな。よし、 OK。 さあというわけで、ロンドン島に行けばいいのかな。ちょっと待って、ミッション、隠れ家から脱出しろ。レイブンズ・オブ・ディーはロンドン島からの避難を計画している。隠れ家に戻って物資をかき集め、すぐに島に向かおう。ロンドン島に行けばいいのかな。よし、あれ、え、嘘、怖い。ちょ出て行けっていう割に閉じるのやめてくれません。大丈夫これ。うん、セーブ、まあ意味はないんだけどしとこうかな。さっさと出ていけなんて言われながらも寝っ転がっていく。よし、オッケー、ありがとうプレッパーさん、今までの恩は忘れない。じゃあロンドン島、あれ、ロンドン島への道がないですよ。どういうこと、他の場所に行けないじゃん。どういうことだよ。マジ？隠れ家から違うところに行くことができなくなったっぽい。マジか。歩き？道のり遠くない？しょうがない。これ絶対敵出てくるよ。さてさて、場所、いる、いる、いっぱいいる、いっぱいいる。ちょっと待って、思ったよりかいる。ゾンビ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 、あ、気づかれたっぽい、気づかれたっぽい、気づかれたっぽい。めっちゃ来よる、来よる、来よる。あ、もう入れてくれない。わわわわ、あう、プレッパーさん、頼む、開けてくれ。あかんパターン。いや、ちょっとなんかアシストエイムが厄介、逆にいらないまである。狙えるならバイオハザードみに狙ってくれ。あぶねえ。でーんじゃないよ。なになに、後ろ。いやー怖ー。 BGM がでかいとさ、そのわからないんです。ハンドガン弾いらない。めっちゃカクついとるやん。うわー来よる、いっぱい来よる。あかんやつ。
狙いづら。あらー、これはバグバグバグ、火炎瓶死ねー。いや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 、あははははは、笑けてきたじゃないか。いやいや、マジでさ、エイムアシスト逆にいらんまである。これはやめて。うわあ、あとさ、アイテム持ってたゾンビがどんどんいなくなるのやめて。うわあ、狙いない、狙いづらい。バグバグ、発煙筒、これさあ、マゴマゴしてるとダメです。いや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 、多すぎだろ。え、いる、待って、これさあ、ずっと敵出てくるんじゃないの。やばいやばい、ちょっとちょっと、敵が多い多い、やばー。あ、終わった、これ終わったっぽいです。終わったー。だ、マジでこのクソかよ、このゲームはよこの調子、今のうちに。よし、いや、まだいんの。いや、どんだけ出てくんの。弾ない。いる、いや、狙いづれえな。マジハンドガンの弾しかない。また新しいの来た。弾がない。いや、これさあ、なんかおかしい。やっぱえー、逃げろ。いや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 、やっぱおかしい。ふっ、もうすっかり追い詰められてるじゃん、これどうなってんの。いて、ちょっとお尻から撃たれてる、撃たれてるじゃん、で殴られてる。やばいなんかね、あの攻略法を間違えてるっぽいな。バッグ、発煙筒、弾がね、どんどんなくなってきます。やべえ、
死ねー。いやいやいやどこに行けばいいの。もう発煙筒使って逃げるしかないのか。こんなの聞いてないよ。うわ、いてぇ、叩かないで。マジクソゲー。いやいやいや、いや暗い。バリケード、バリケード置けない。暗い、わからん。ちょっと待って、暗すぎてわからん。あ、こっち、ごめんちょっと待って、ひとまず落ち着こう。マシンガンってか、アサルトライフルの弾がね、あと90発ぐらいなくはないけど、この調子なの。あの発煙筒がかなりガッツリなくなったのが痛い。いや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 、体力回復アイテムなんて持ってきてないし、あとなんか BGM がでかすぎて、あの分からないです、ゾンビがどこから来るか。あ、あれ？え、そこに扉あったの？これプレッパーさん？プレッパーだ、聞こえるか、応答せよ。なんだってー。なるほど。さ、というわけでまさかのクリア。あ、とりあえずスキップ。お、ちょっと待って。さ、というわけでクリアとか言って言おうとしたら、もうロンドンを脱出しなきゃならない。私はある人に約束したの、必ず戻るって。あなたがその人かどうかわからないけど、周波数が同じだったから連絡したの。とうに急いで、待てるだけ待つわ。お、おう。さ、というわけでエクストラステージ恋の始まった。
多分プレッパーさんは生き残ってるプレイヤーたちを呼び寄せて物資をかき集めさせて自分のところの貯蔵庫にまたしまうというそういう感じだったみたいね。まあ持ちつ持たれつといえば聞こえはいいけど、うん、なるほど。でここから出てっちゃうぞって言い出した主人公にはめちゃめちゃキレて、この隠れ家から出ていけと怒鳴り散らしたわけだ。すごく近くにいてびっくりしたよ。わっ、来たゾンビ。さあかなりなんていうか戦闘があったのでものすごく弾が減ってますというか、あの発煙筒とかグレネード系が全くなくなったのが痛い。これからさらに、いやいやいや、どうなるの。早く移動よ、急いで、もう時間がない。あの水場がですね、ほら、あの困るんです、そういうの。どういう状況。素早くその目の前のあそこ足場まで行って戦う準備をするか、あの水からね、あの出てくるかもしれないやつに挟み撃ちにされるかという二択なんでございますけど、シャッカーでもなー、いないよね。うん、あ、ヘリの音、ゾンビ。よいしょ、 OK。 久しぶりのこの感触。ふう、よし、お、ゾンビ。お、どこ、正面方向。あー、ここか、はい、つくばっとる。見えたぞ、急げ、屋上でソンバルが待ってる。こちらで道を照らす、立ち止まらずに走るんだ。おお、弾切れ。当然弾切れたハンドガンは下げてショットガン、よし、オッケー。いっぱい来るでしょこれ絶対。お、なあ、こいつ勝った、危ねえ、勘弁してください。弾、うーん、多くもないし少なくもない。発煙筒、嬉しい。どうする、発煙筒、バットは頼れないか。バットキャンセル。メッセージ、下の方にもいる。金属製のいるもの何もない、悔しい。正面方向に敵はいるかな。
ゾンビの様子、これ絶対あのヘリコプターに乗ろうとしたところでちょっとあの後ろ追いかけられるやつ、わかります。あそこね、あそこ行こうというところを追いかけられて、しまった。正面だけ。マグナム弾持ってるけど、あ、一応照らしてくれてるのかな、ありがたい。はい、釣りゾンビだとまさかのバット復活でーい、いらないけどマグナム弾。おるー、いっぱい。よっ、さあここからしっかり狙っていけるか。4倍ズーム、わあ、ちょっと狙えない、見づら、あれ、やめてー。どうやって来るつもり、あいつ。困るんです、そういうの。あー、後ろからこうやってしてるのか。来ちゃったみたいな。ふんぬ、よし、さあもうひと踏ん張り、よし、さて打ち漏らすとかなり厄介。うん、敵が見えないぞ、いたいた、あ、ボンベ型ゾンビ、よし、オッケー。ヘリの音がうるさくてさ、ちょっと敵がね分かりづらい。ところどころにあるさ、ドラム缶も怖い、うっかりやっちゃいそう。頑張れ、あ、右、まさかの、あら、やばい、閉じる、走る、これ絶対なんか危ないやつ、これ、あれ、お、怖い、近い、どこから声聞こえる、これ、てか俺間違えた、行く場所、嘘、マジ、いや、ごめん、あのなんかいろいろ間違えたっぽい。めっちゃ声聞こえるっていうか近いんだけど、あいつか、うう言ってんの、
そうっぽいな。うん、よかったよかった。焦った。あ、トリマーあいつやつける。この真下？あ、真下、真下にいる。マジかよ。あとどこに行けばいいの？わからない。どこに行けばいいんだ？え、まだいる。水泳いでる。ボーナス生存者。あ、いっぱい持ってる。発煙筒とか地雷とか当然回収。よし、回復アイテム。よーし、オッケー。いらないマグナムだ。ありがとう、名も知らぬいい人。地雷いるかな。地雷なんかミスって自分で死んじゃいそう。あ、ラッキー。うわー、なんでこの速さ。あ、いてててちょ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 お助け、ずり落ちた。あー、死ぬかと思った。ごめん、戻ります。数が多すぎる、早く出ないと全滅よ。いやいや、全滅よって言われてもさ、そもどこに行けばいいのかわからないっていう。やばくない？あの、どこに行けばいいか教えてくれないとさ。しかもあの足滑らせて超痛かったっす。さっきのやつやっつけた？大丈夫かよ。もうこれぐらい降りるだけでこのダメージだからね。敵へなし。うー、もう一個。あー、ちょちょちょ、あ、持てないんだ。ちょ待って、マジハンドがいらねえ。よし、回復した。オッケー、ロンドン塔の屋上に行けばいいのか。もうすっかりマップなんて忘れちゃってるんだけど。これはダメな予感。ほら、言わんこっちゃないじゃん。あれ？なんか来てる？あ、なんか、あ、違う、びっくりした。自分のだ。ゾンビ一体だけ。行くぞ、ほい。
よし。オッケー。いやいや、やべえ。これはまずい。お、ゾンビ。これ絶対左右から出てきてさ、さっきみたいにもう走れみたいなことになるわけでしょ。先制攻撃、まあ基本。ヘルメット兵。やったか。やってない。来てくれるならありがたい。よし。Come on, boy. 俺がね、何か余計なこと喋ってる時はまだ余裕がある時。余裕がなくなるともう考えに集中するから。っていうかね、よくよく考えたらさ、ポーズかければいいんだよね。あの大ピンチに陥った時さ、わたわたってしなくて、ゲームなんだから、リアルにしなくていいんだから。オッケー。よし。さあこれから、ある一定ラインを抜けると敵がめっちゃ襲ってくるパターン。うん、ちょっと姿が見えないかな。あー入れない。むしろ火に当たったら死ぬ。他にないかな。あー、まだ一体だけ。なんかビリビリ受けですわ。やったか。なんかさ、うめき声なのか風切り音なのかわからない。やめてほしい。屋上に急いで。はーい。屋上ってどうやって行くんでしたっけ。あそこ。いや、こっちに行くって感じじゃん。これもあっちか？こっちか？で、そこから出てくるんでしょ、これ。大丈夫かな？眩しい。こんなところで死なないで。フラグ。敵の様子はない。バリケード設置、ようやく出てきた。なんかいる、なんかいる、なんかいる。ちょっと待って、なんかいきなりゾンビが。あー、ゾンビだらけじゃん。あぶねー。これは近接戦闘。ちょ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 、火炎瓶、火炎瓶、火炎瓶。ちょっとこれ、まだ敵動いてないからいいけど。よし、オッケー。
まずあいつは絶対生きてる。こっちが問題だな。お、操作が危ねえ。セーフ。オッケー、行くぜ。さあ動き出すか。まだあと一回。まだいる、まだいる。目の前。一体だけか。よし。オッケー。ケーキ。アイテムなし。いやいやいや、ケーキ、ケーキいらない。あと少しよ。マジで？うわ、ちょ待って、とどめを刺して出たけどさ、ショットガンとか持ってる状態でとどめ刺せたんかい。嘘でしょ、足で踏んづける的な。いやいやいや、マジかよ。いやまあそういうもんか。いや待てよ、なんか最初にやったようなやらなかったような。まあいいや、もう今考えてる暇はない。ちょ待って、空爆が来る。え、なんか近い、なんか近い。え、どこにいる。なんか近いぞ。反応ないよ、怖いよこれ。いないよな。あー、このここか。この壁一つ向こう側にいる。ここにいる。降りたらいる。なんもないくそー、ゾンビ。これ降りるしかないの。マジかよ。ちょっと待って、ちょっと待って、こいつアサルト用弾薬持ってるけど、ちょっと待って、数1、2、3、4、5、6。6体は絶対いる。もう目の前にいる。どうする、降りるしかないか。降りるしかないよな。充電もうやばいよ。よし、スケスケスキャン来た。オッケー。スケスケできるのはもうこの3体だけ。
6発だけ。まあないよりかは。あ、こっち、こっちなの行くの。撃つしかないけど、どうする？発砲音で気づかれるよな。こっちにバリケードを張っておいて、あ、張れない、張れない、困ります。時間当て。よし、やつらは来てないな。あ、狙える？狙える？これ狙えない、微妙に見えない。くー、熱そう。あー、挟まれたらおしまいなやつ、怖えー。行きたくない、行きたい、死にたくない。うわ、いた、ヘルメット。こっちどうなってる？プライベートルーム入れない。あー、来ちゃった、決着かー。よし、ほら、ふん、わあ、よし、やったった。火炎瓶は、もう持ってない。よし、さあバットに始まりバットに終わるかもしれない。ショットガン弾一発だけしかないから置いていって、火炎瓶ゲット。さすがにもうあのライトいらないでしょ。てかあのバットがいらないでしょ。いや、バットはやっぱり持っとこうかな。よし、あ、何、まだいる。バス、おお、いけたっぽい。まだ残ってますけど。わあ、あれ大丈夫？あのヘリのね、中がゾンビだらけとかそういうことにはならなかった？お、終わったっぽい。いやー、なんだ、最後の方はそんなに難しいわけではなかったけど、隠れ家から逃げるところがものすごくやばかった。あれはもうずるいよね。もう敵がワンサか出てくるもん、これ。
はい、というわけでゾンビ U なんとかね、無事と言っていいのかわからないけど、ビビリプレイ、チキンプレイでなんとかクリアすることができました。いやー、やばかった。もうさすがにさ、あのゾンビの大群はもうおしまいかと思った。もう絶対無理。最後は自利品で死ぬと思って。あれはどうやったらよかったんだろう。多分ね、あの最初にさ、あの固定砲台でバババって撃ってると周りから敵が来てわーみたいな感じになって、しばらく戦ってるとなんか無限脇っぽいぞってことになって逃げ出すみたいな感じなんでしょうか。うん、おそらくだけど、あの固定砲台で、あの途中俺敵のゾンビをね撃ったんだけど、あれやっておかないと下の階にいるゾンビたちが上の方に上がってこないから、上のゾンビとね挟まれる形になっちゃうと思うんだよ。だからあの時無理やり撃ってよかったのかなって今にして思うとだったのかなって思ってます。さあ、というわけで、プレッパーさんとは仲違いをして、彼はね、あのゾンビが大量に状況でなんとか生き延びることができるのかわからないんだけど、また新しい生存者を見つけて、いや待てよ、空爆があったんだからプレッパーさんはさすがに、あと新しい生存者もさすがにみたいなところかもしれません。はい、というわけでなんとかソンドラさんに助けていただきましたけど、これはね、あの D の手紙っていうのかな、あのパナケイアを完成させた状態だとこういうルートに分岐するっぽい感じでしたので、もう一個の方はね、まあ余裕があったらというか個人的にやっておこうかなと思いますけど、プレッパーさんというね、待てよ、プレッパーさんおそらく脱出はしないよね。なんかずっと脱出しないエンドみたいな感じになっちゃうのかもしれないけど、まあひとまずね、1周目クリアしたということで、ちょっと胸をなで下ろしております。はい、というわけで、じゃあゾンビ U ね、かなり飛び飛びというか、たまに不定期でプレイしてるところでかなりおぼつかないプレイばっかりでしたが、まあなんとかクリアできましたので、今回で最終回とさせていただきたいと思います。今までのご視聴ありがとうございました。ではまたね、新しいホラーゲームか何かでお会いいたしましょう。じゃあまたねー。